アートの CP のアイルです。見どころは僕ですかね。いやもう初めてだから全然わかんないんで、だから、まあ、そうですね、すごい人たちいっぱいいると思うんですけど、まあ初めてだから僕もちょっといい結果を残せたらなと思ってるんで、見どころは僕です。しかもドリームナイトみんな多分いろいろと用意してきたりとかするので、まあでも、まあ、そういうのも踏まえての見どころ僕なんで、ちょっとその中で初めてだけどもちょっと見していこうと思ってます。まあ、あのよくホストさんとかまあいい結果出せたり、なんかまあできるだけなんかお客様を楽しませればいいかなとか、まあ言ってると思うんですけど、まあ、お客様を楽しませるのはもちろんなんですけど、まああのなるべくいい結果とか、僕そういうのちょっとあんま言うタイプじゃなくて、まあ一番しか狙ってないので、まあ一番を取りに行けるように取ります。まあ頑張ります。クラブアート代表のハルトです。多分今回が初出場のヒサシと、アイルが、まあ、どこまでやってくれるかと、他の店舗でもそうなんですけど、多分ニュージェネレーションというか新しいメンバーが来ると思うので、そこが見どころじゃないですか。そうですね、前回、まあ、店舗1位アート取ってるんで、やっぱそこの連覇と、いろんなすごいプレイヤーがアート抱えてる中でのよりすぐりのメンバーなんで、今回それに負けないように、まあ、恥じないような結果を出せていけたらなって思います。クラブアート官房さ三井久志です。まあ、初めて参加します。今年の見どころは、まあ、去年もアートが1位だったんですけど、店舗で、まあ、自分含めみんなで協力するんで、ちょっとアートまた1位取るんで見といてください。まあ、今年のドリームナイト、まあ、参加本戦で参加が初めてなんで、ちょっと上位と言わずにもう1位狙いに行きます。見といてください。頑張ります。